今日はなんかさ、ファンデーションとか変えたのね。なんか顔がちょっと白くなりすぎてるかもしれないからって言って暗い色を買ったの。だから良くなったかもしれないですね。誰かと思った。本当にやった、ありがとう。誰かと思った。あとご飯食べてないんだよね。みんなでさ、後でどっか行きたいって言っていて、何してんだろう。帰ってくるの遅すぎてみんな何してる。まだ何も食べてないんだよね。ぬるい。でなんか終わった後に本当は食べたかったけど、食べてる時間とかなかったのね。だから食べ、でも待ってる間に食べました。めっちゃ美味しい。ありがとう、バラ。今日は可愛い、ありがとう。今何これ、今何、リップの季節なの。15分経ったらやめますね。そう、痩せたってめっちゃ聞かれました今日。メイク変えた。なんかます。明日はもっと清楚。君とキスとラブレター。そうなんだ、よく題名思いつくよね。今日はね、今日はこれママがやってくれた。これね、これかわいいでしょ。リボめっちゃキラキラ。今日前に行きたかった。来てよ来てよ。毎回痩せたって聞くわ。やだ、それ太ってたらどうする。でも明日はママがいないので、今日はママ、朝はさ、ほらママが愛知に来てくれてって感じだったけど。やばい、めっちゃお腹空いた。みんなのこと呼び出して後でどっか行こう。でもさやちゃんと外行こうねっていう話はしてきました。今さやちゃんとね、帰る時間一緒だから、もう終わってる子たちに誘います。みーちゃんとかショールーム始めちゃうかな。もうやったかな。明日自分でやりますよ。なんかスタンドとかさ持ってくるの忘れちゃってね。だから今、ね、置いてるの下に。ごま団子聞いてほしい。お菓子を、なんか今回ココナ好きなお菓子なくてですね、青のり。やばいよ、お腹すきすぎてね。やばい。あとね、プルンとこんにゃくゼリーってやつ。みんなにね、聞いてって言っちゃうんだけど、みんな聞いてるよね。でもね、これ食べたらね、中が黒いあれなんですよ。なんかなんだっけ、名前忘れた。あんこ、あんこが入ってるから歯が黒くなる。これね、そうなの、大きいよね。もらってきた、ありがとう。みんなショールーム始めた。もうでも終わってる人はもうしたか、ショールーム。あとこれはトッポギ。今日 AKB の人に会いたかったんだけどさ、午後の時間帯の人会えなくてね、めっちゃショックだった。悲しすぎて泣きそう。会いたかった。今日ここさ、真帆とかさ、千葉恵里とかさ、
あとね、佐藤愛理ちゃんに会いたいの。なのにね、遅い時間だからね、ゆいゆいにも会いたい。でもね、あとひなのちゃんにも会いたいし、でもね、佐藤愛理ちゃんに一番会いたいかも。なんか呼ばれるらしくて、でも乃木坂も会いそうなの。会いたかった、確かに会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。ここもさ、 AKB の18期受けたけどさ、佐藤、あれ佐藤愛理ちゃんは17期か。佐藤愛理ちゃん可愛いよ、可愛くない、あの子めっちゃ。次センターだよね。おーちゃんに会えた。おーちゃんには会ったんですけど、喋れてなくて、今日誰か咳してる。でも速報ね、速報、速報ね。でも乃木坂だったらなぎちゃんとかに会いたい。速報ね、今日楽屋の今日のトーク会、握手会で会った人に会ったんですけど、楽屋の裏で隣だった席、空いてなかったんですよ。席隣だったの誰だと思いますか？楽屋の、ありがとう。誰だと思いますか？言いますね、答え。ハタゴンさん。やばすぎですよね、ハタゴンさん。ハタゴンさんとうどん食べる約束したから。ハタゴンさんと隣だったから、ハタゴンさんと隣だったからいいでしょ、みんな羨ましいでしょ。やっぱり充電がないんですよ。ハタゴンさんとめっちゃ話してえ、てかさ、めっちゃ電波悪い。結構ハタゴンさんめっちゃ優しいよ。優しい、優しいだから、やさやさだから。熱ちょっと取ってないんだよね。明日は撮りたい。でも卒業するまでに食べ行こうねって。まだ肌のさが成したことあったのに忘れてた。言うの、え、わ、ここにニキビできたかも、痛い。みんな X ハートして、絶対コメントしてね、絶対コメントしてね、よろしく、絶対コメントしてね。じゃあ大川さんの隣いたんですよ、いたの。お願い、コメントとハート絶対して。コメント欲しい。え、パパの話しましたよ。一応してる、してね、みんなコメント。あと着席が6月の15日の着席があと残り14枚なので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとなんだっけ、待ってドライヤーがない。どうやって髪の毛乾かすの？めっちゃ大問題じゃん。ドライヤー置くやつだけあってドライヤーないんだけど、やばいじゃん。どうやって生活するの？どうするの、ドライヤーないって。待って、無理、ドライヤーなかったら頭ボサボサじゃん。誰かドライヤー持って帰っちゃったとか。ドライヤーなの？ドライヤー置くところだけあるの。ちょっとこれもいいんじゃない。どういうこと？ドライヤーな、違う、ドライヤー置きはあるの。ドライヤー置きあるのにさ、ドライヤーないってことある？でもね、ドライヤーの使い方書いて、絶対誰か持って帰ってドライヤー。ねえ、やだやだ、どうする？みんなに聞いてみるね、ドライヤーあったかって。バスルーム、あ、
さ、清掃員の人が忘れちゃったとかじゃない、奥の忘れちゃったとか、それならしょうがない。洗面所にあるかな、ちょっと見てく、いた、いない、私も見たけどない、い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 ない、え、困ったじゃん、え、ね、やだドラ、やだやだやだ、え、でもここフロントに電話するのとか絶対できない人だし、ないよ、会って同期に聞きます。ドライヤーもしかしてなんか買わなきゃいけないやつかな、ドライヤー買わなきゃいけない、でもなんかアメニティがないんですよね、困ったな、困った、あとでフロント行くので、その時にフロントの人に言いますか、確かに、ちょっと言いますね、あの後で同期と一緒にフロントに行きます。え、なんかさ、何円払わなきゃ貸してくれないとかそういうあれじゃないの、違う、でもわかんない、引き出しの中はなかった、え、あったあったあった、なんか謎のところに置いてある、あったぞ、ありました、嘘です、普通に見えてました、こっちにありました、お腹すいた、ありました、すみません。なんかアメニティバツって書いてある、バツバツって書いてある、よかった、安心、普通に見えてた、やばいよ、隣の部屋にさ声聞こえるらしい、めっちゃ壁薄くて、だからめっちゃ静かに生活しないと、だって人がさくしゃみとかしただけで聞こえるんだよ、ってことはさね、ショールームの声もさ聞こえちゃうじゃない、だから静かにね、え、シャンプーなかったらどうやって生きてく、それはさすがに あると思われるよ、でもさ隣のメンバーにさ迷惑になっちゃうから静かにね、さっきね咳してる声とかねくしゃみとかめっちゃ聞こえてた、部屋にいた時聞こえるよね、充電がやばい、めっちゃさあれだね、なんか壁一枚ってこと、歌ったらやばいよ、めっちゃ迷惑、壁薄いんじゃない、くしゃみしてさ聞こえるのはさ、今日は部屋でパーティーできません、壁薄すぎて迷惑いっちゃう、充電器持ってきてるけど刺したら倒れちゃうから携帯が、うん、壁、え、なんか蹴ったら壁取れそう、危ない、今日は初めなんかブログ読んで来てくれた方が結構多かった、15分経ったので15分経ったので15分経った、ね、変なこと言わないでみんな、やめて、許可ソロじゃないから、許可ソロじゃないから、バイバイ、一人かくしゃみしたね、バイバーイ、でも充電がもう 20% 切ってしまった、バイバイ、またね、バイバイ、バイ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 。